中洲ほろ酔いテラスということでね。10月の9日から11月の30日までかな、11月30日まで実施されてます。どこですか？これはね、人形町通り110メートルの間で、テラスというぐらいですからね、ちょっとそこの周りのお店屋さんがなんか出して、まあ、にぎわおうと、このねコロナでこのなんだ、それ暗くなったこの気持ちに火を灯そうというね、こういう試みでございます。その場所がね、わかんない、困るので、人形町通りなんで、こう人形商事から私の店からね出るとこすぐ前のこの通りが人形町通りと言います。はい、あのポスターにあるのはこの絵ですよ。この辺から110メートル、そうですね、向こうのあのリソルというホテルがあるのですが、その間でね、まあ、なんかこの辺ね、なんか出すんでしょうってね、私もわからないんですけどね。まあまあ、この秋の一番過ごしやすいこの時にですね、このわずか110メートルの間の中洲のですね、人形町通り、全然ね、あのコロナでね沈んでるとかそんなことないんですよ、ね、明るくやっております。ここでさらに秋の夜を皆さんで楽しもうというわけです。はい、いろんなお店が参加しております、ね、この110メートルの通りでね、はい、ね、やるんですよね。あ、そうです。何だったっけ、はい、ね、10月の9日、あ、ほら、このでっかいバージョンのね、このポスターなんかもあります。なんか電話してたのに邪魔しちゃったですね。ここの通り、この辺の通りですね。わかるかな、あ、このたこ焼き太郎なんかもあってですね、ちょっと歩いてみましょうかね。うん、今日ちょっとね、まだ早い時間帯でちょっと静かなんですが、その今のうちにこの辺を歩いてですね、このせっかくのイベントのお助けを私がしようというわけです。うん、だから皆さんね、暗く死んでったらダメですよ。やっぱり人生楽しくないとね、それこそ病気になっちゃいますよ。だからね、まあ、ここはね、一発こう中洲に出てパーッとね遊びましょう。で、まあ、この辺りから、ここもね、中洲の踊りなんですけど、まあでもね、割とそのにぎわいはね、戻ってきた感じがするんですよ、私の感覚はね。前にしますからね、はい、いいですよ。おおお、お仕事がなかったらね、私もこの辺でパーッとやりたいところなんですが、この歩いて店の前に出たら僕はもうここで終わりなんですね。皆さんは違いますよ。10月の9日から11月いっぱいまでね、さっきも言いましたが、この秋の一番過ごしやすい時を中洲で、なんせですね、今皆さんスマホとかで人形商事とか人形町通りって入れたら出ると思うんですよね。その人形町通りがその会場でございます。この私ごときのね、この YouTube の動画がどれほどのその皆さんをね、幸せに近づけるかわからないんですけど、中洲の街みたいな元気が象徴ですからね、こういうイベントっていうのは本当に皆さんを元気にしてですね、コロナなんて吹き飛ばしましょうと、そういう気持ちだと思うんですよ。だからちょっとね、応援がてらこの動画をね作ってみようと思いました。ということで、そろそろ仕事に戻ります。はいはい、まあ、人形商事もこうやって元気ですからね、はい、人形商事も元気、私も元気。じゃあ帰ろ。ここで太宰府の住人である私が大友の旅人さんの和歌をプレゼント。穴見肉、坂白オスと酒飲まぬ人をよく見ば猿にカモニン、猿にカモニン、なるほどね。かしこぶって酒飲まないなんてね、なんか言ってるやつは猿と一緒だと。酒は悪くないんだ。これなんでこんなこと言ってるかってですね、昔禁酒令ってのあったらしいんですよ、旅人さん時代にですね。その時にね、読んだ歌ですよ。
悪い酒しか知らないからそんなこと言うんだと、まあ、今酒禁止にはなってないですけど、なんとなくこう飲みに行きにくい空気あるじゃないですか。そういうのをね、こういう歌を読んでね、吹き飛ばしたいと思います。ぜひ中洲ほろ酔いテラスにて、悪い気持ちはすべてパーンとね、もう捨ててね、明るく正気に戻って元気に過ごしましょう。名酒を飲んで元気を出そう。それでは9月の9日から11月いっぱいまでですけど、まあ、その後もね、引き続き中洲よろしくお願いします。